スワン水星は、双方の観測データから2020年に発見された、非周期水星である。スワン水星という名称のついた水星は、複数発見されているため、明確な区別のために、以下、C-2020F8 と呼称する。真上から見たスワン水星の軌道。惑星と水星の位置は2020年4月19日時点のもの。C-2020F8 は、 太陽観測衛星双法に搭載された観測機器スワンによって得られた観測データから2020年3月25日に発見された。同年4月12日に小惑星センターが発表した小惑星電子解放では離心率が0.9999952の極めて潰れた楕円軌道を公転する彗星であると報告された。しかし現在では C 2020F8 の軌道は、離心率1.011の総曲線軌道とされており、C2020F8 は一度太陽に接近すると二度と回帰してくることがない非周期彗星に分類されている。この彗星は、2020年の太陽への接近で、初めて太陽系内部に飛来した可能性があり、太陽から受ける放射の増加により活発なバースト現象を、 引き起こすかもしれないとされている。近日点距離は太陽から 0.43au で2020年5月27日に通過すると予測されている。小惑星電子解放では同年5月12日に死等級が4.4等級まで増加すると予測されており、近日点通過前後の5月下旬から6月にかけては3から4等級にまで増加すると見られている。 ありがとうございます。